テレビ福島さんで放送されたんですけど、そのテーマソングを書いてくれと頼まれまして、作詞作曲をした曲です。でもちろん、その企画のテーマ自体は震災でお世話になった人たちへ、全世界へありがとうという気持ちを伝えようということだったので、もちろんそういう意味でも作ったんですけど、やっぱりこの福島で頑張っている人たちがもっともっと果てなき道へ、前を向いて歩いていけるように、もう自分も含めてなんですが、そうやって作った曲なので、ちょっと今日は、歌わせてもらいたいと思います。
やっぱりプロですね皆さん。全然狂わないですね。あの実はこの曲作った時3拍子で、あの機関車を走っている、あの機関車に手を振ろうという企画だったので、あの機関車みたいなリズムにしたくてそうしたんですけど、いろんなあの福島のイベントでやらせてもらった時に やってくれって言うんだけど、あの結局みんなあの前乗りでこうポンっていくやつに自然となっちゃうんですよね。でもやっぱりあの違いがありますね。ありがとうございます。最後、時間ないと思うんですけども、ね、キュッとして、はい。じゃあ、最後。